こんばんは、スーパープリティです。なんかね、セブンイレブンまたイリュージョンしてるらしいのよ。この特製デミグラスで食べる煮込みハンバーグ丼、前まで半熟卵乗ってたんだって。今ってさ、底上げしても内容量のさ、グラム表示でさ、バレちゃうじゃん。これこれご飯が入ってるっていうよりも薄く敷いてる逆に面白いじゃないそれでハンバーグの方も揚げてるとどうしてさ、お客さんを嫌われる方向へ行こうとしてんのかしら。セブンイレブンね、ほんとね、ちょっと最近やらかしてんのよ。それでさ、牛肉の入ったさ、コロッケあるでしょ。これ黒い点がそうって。これね、店員さんも悪いと思うわよ。食べた人がね、牛肉を感じられなかったんだって、一切。で、店員さんに、これ、じゃがいもしかないじゃんって言ったら、いや、黒い点が牛肉だけなのよ。黒い点って。すごい面白い。黒い点。おかしくてしょうがない。黒い点って。面白いわね。それで、噂に聞いてたけど、セブンイレブンのパンマジで詐欺やない。あれじゃない？なんか、やばい。出そうって。いや、これかなりやばいぞって言ってさ、トイレ入ったらなんか、屁しか出ない時あるじゃん。その時なんか、プピって出るでしょ。あんな感じじゃなくて。いや、これは、やらかしたるの。セブンイレブン今、絶賛やらかしたるな。今さ、世界事情を見るとさ、まあ、いろんなものが入ってこなかったり、値段高騰してるからさ、ね、大きく見せたいのはわかるんだけども、これ、走るから、もうそのまんまでいいと思うのに、どうして大きく見せようとするの？今、アメリカに行ってる綾部と同じじゃない。なんででかく見せようとするの？ありのままでいいじゃん。名人よ。ありのままで、もう名人よ。松高子か。おばちゃんもなんかセブンイレブンするとこだった。ごめんなさい。今まで名人って言った。おばちゃんもなんかちょっと、ね、深い意味はないけど、松高子って言っておけば正解だったかな。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃんどうしたの？小説書いても、こと罪が出てきたらしいんだよ。小説ってトレスできないじゃない。違うんだよ、パクリンチョなんだよ。パクリンチョ？じゃあちょっと見てみる。先月の鏡や。小説界のことを罪、月名が盗作を好き勝手始めといて事態を悪化させることができるのはお前ちゃうぞ。これ以上の拡散はご遠慮いただきたい。この人が何？パクリンチョ？パクリンチョ。ご本人から提供いただいた画像です。盗作と言えると私も思いました。恥ずべき行為です。本当に申し訳ございませんでした。これ以上の拡散はご遠慮いただき、この謝罪をもちまして返信とさせていただきたく思います。著作権の問題で原文は載せれないんだけど、こんなこと書いたんだよ。クリスマス休暇とは無縁な働きをしている。ホルモンとシティポリス捜査官のカイン・ナイトレイは、雨の強く降る12月、街の桜中に飾り付けられたホリデーの呪いをタイヤで吹き飛ばしていた。カインの愛車を借りたがる同僚はいない。どれだけクールでイケてるデザインだと言っても、断る手間が省けるので、
手荒な運転でよかったと思う。この車で流れる BGM の選曲はカインの仕事ではなく、ふとクリスマスソングが流れてくる。おやと思う。応援。はい、どうした、ご機嫌だな。ねえ、うん。応援はカイン専用のアシストロイドだ。どんな時でも応援のそばにいる。ただの人工知能じゃない。感情を持ち生きている。カインの心を掴んで離さない魅力的な男の子だ。スマートフォン、パーソナルコンピューター、その他入り込める場所であればどこでも。で、もう一つ、クリスマス旧家とは無縁の働きをしている FBI 捜査官の中井秀和は、雨の強く降る12月、町のそこら中にかじられたホリデーの呪いをタイヤで吹き飛ばしていた。赤井の愛車は借りたがる同僚はいない。どれだけクールでイケてるデザインだと言っても断る手間が省けるので、ヘビースモーカーでよく買ったと思う。その車で流れ BGM の選曲は赤井の仕事ではない。ふとクリスマスソングが流れてくる。おやと思う。レイ、はい、どうした、ご機嫌だな。ねえ、うん。レイは赤井専用の人工知能だ。どんな時でも赤井のそばにいる。ただの人工知能じゃない。感情を持ち生きている。赤井の心を掴んで離さない。魅力的な男の子だ。スマートフォン、パーソナルコンピューター。その他、入り込める場所であればどこでも同じじゃない。いや、同じじゃない。こんなことやらかしてて、盗作と言えると私も思いましたって。ことうすび友達のようなこと言ってんじゃん。ご指摘いただいております件に関して、一部お騒がせいたしまして、誠に申し訳ございません。ロマンティックは砕けない。最近ツイッターにアップした、ゲンパル作品について。ゲンパル作品と言い出したの。いや、面白いわね。で、笹沼さんの作品の盗作という指摘をいくつかいただきました。笹沼さんの作品は確かに読んだことがあり、酷似してしまいました。盗作だという認識はありませんでしたが、覚えていたという認識です。ご本人と直接 DM でやり取りさせていただき、謝罪いたしました。ご指摘をおかけしたこと、不快な思いをさせたこと、誠に申し訳ありません。虎の穴については、現在取り下げを依頼しております。ロマンティックは砕けないの返金を希望される方は、お持ちの本の画像を送っていただけば返金対応いたしますので、ダイレクトメール、くれんちゃっ。舐めすぎてるというか、世間を知らないというか。何、返金希望した人にはお金を返す。それ以外儲けたものって、これ笹沼さんに渡さなきゃいけない。それは何、ポッケ。どこの世界の人はそれで納得すんのよ。ちょっと、これ笹沼さんからすると、膝まずいた足のつま先舐めんだよっていうレベルなのに、酷似してしまいましたとか、いや、文章丸々丸々でいいんじゃないの。何これ、こんな状況のうちってまでない上から目線って何なの。どうせだったら沢尻エリカみたいに別にて言えばいいのに、度胸もないのに、こんな遠回しで、しかも上から目線、膝まずいて靴のつま先舐めたや。それ以外になんか、先沼さん以外の作品も、パクリンチしてるみたいよ。ミケさんって人の、Life is Beautiful Human Life。いい？と、あと、エンドロールが流れるまでは。ま、ミケさんの作品が盗作されてますよね。すべての作品が、くぶくり、民主一緒なのですが、これは意識して盗作してますよね。謝罪、釈明あります。ああ、わお。あ、わ、あ、もっと、あれ？え、なに？模写紙を使ったってことかしら？模写紙？あれはそっくりね、変身するだけじゃん。盗作された方の被害者じゃなくて、加害者の名前を拡散した方がいいと思います。月永、
これが盗作常習犯の名前です。確定で2名、他にも油座はあるかと。虎の穴での販売も行っており、取り下げ対応中とのことですが、まだ購入ページはあり、平気で販売して、まだ売ってんの？で、このミキさんって方が作者さん。まあ、文章読ませてもらったのね。もうプロとしてやってるんじゃないの？この人。ピクシブとかにも載せてるやつとか、それを丸パクリンチョして売ってると。虎の穴での販売は続いているみたいですよね。2枚目が先方のサンプル、3枚目は私が支部に載せている作品。まあ、そういう感じで訴えたら、これから確実に勝てると思うんだけど。今までいろんなのを全部調べて、で、あまりにもひどいと思うんだ。これだけやらかしてれば。一部でしょ、今見つかったばっかりだから。で、みんなでね、協力して訴えて、ケツ抜き一本残らず蒸しってやるって、それぐらいの覚悟でやらないと、こういう輩はクズできないと思うよ、ばっちゃん。ケツ抜きは嫌。そういうこと言ってんじゃねえ。いや、分かってるけど、ケツ抜きは嫌。ああ、おばちゃんに言っても無駄だったか。ケツの毛は嫌なの。それで最後に、この加害者の名前をみんなに覚えてもらうためにもう一度出して終わり。やめなさい。おばちゃん、これから何食べに行きたい？おばちゃんもお腹空いちゃった。チャーハン食べたい。チャーハン？じゃあ一緒に、これとか美味しいお店探しに行こうかしらね。私もう偽物には用はなくてよ。ありゃ。大山のね、商店街のところにあるね、黒胡椒船発祥のね、今、チェーン店の大山店なんだけども、ここね、うまいんや。全部ね、国産のね、素材を使ってて、でね、めっちゃ焼いて、その後、また、なんか冷まして、で、また表面を炙って、こんもり、こんもりね、こんもりさせて、で、これね、山椒の辛さとちょっと違うのよ。胡椒のね、辛さがつびしてくんのよ。こんなに胡椒効いてるお菓子って多分、これ以外ないんじゃないかなってぐらいすごいわよ。でもね、うまいんや。私をものにしたいなら、もっとつびびてくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。